チーズクロスを使って手作業で水切りを行う。ギリシャヨーグルトとは、水切り製法で作られる、チーズのように乳性や水分を取り除いた、固めのヨーグルト。日本やアメリカ合衆国では、一般的にこの名前で呼ばれる。国家によっては、水切りヨーグルトや、ヨーグルトチーズとも呼ばれる。英語では、アラビア語から、ラブネとも言う。チーズと普通のヨーグルトの中間の硬さだが、ヨーグルト独特の酸味はそのまま残っている。ギリシャ独自のヨーグルトであり、もともとはヤギのミルクから作られていた。ギリシャ、中央アジア、中近東で伝統的に作られていたが、他のヨーロッパ諸国や北アメリカでも盛んになり、日本でも販売されている。北米ではサワークリームやクレームフレーシュの代わりとして、脂肪の少ない低カロリーなギリシャヨーグルトがよく使われる。イギリスではギリシャ産のヨーグルトしか、ギリシャヨーグルトを名乗れないため、グリークスタイルとして販売される。ありがとうございます。